そしてこういう絵があります。これまあ金箔ですけど、まだね、祭壇画です。でこれはジオットディ・ボンドーネの、アシジのね、聖フランチェスコが、はい、こうやって聖魂点ですね、聖なる傷跡です。イエスからビーンって、ね、釘刺された部分、自分も傷ついているという、そういう場面なんですけれども、どうでしょう、この人はですね、西洋絵画の始祖って言われる人です。なんでかっていうと、さっきの中世のこう絵画に比べてお顔が、あら、なんかすごい表情がね、リアルになりましたね。でこの丘、遠くになるにつれて小さくなっていっていたり、木があったり、そしてこちら3コマ漫画みたいになってるんですけど、ね、法王様が夢を見ましたってね、教会、この教会のね、描き方とか、あの法王の寝床の描き方見てください。奥行きがありますね。このお部屋も、法王様のお部屋もそうです。聖フランチェスコがね、自分の修道会作らせてちょって言ってるんですけど、ね、夢でこう見たからね、もちろん OK なんですね。で、はい、そしてフランチェスコの説教は鳥も聞くということです。鳥が出てきましたね。天国の要素ではなくて、これ自然のものも描くようになりました。こんな変化が出てきたんです。そして向かいにいる、これね、フィレンツェにも有名な作品ありました、ウッチェロっていう人ですけども、ウッチェロのサンロマーノの戦いという絵なんですが、馬のお尻見てください。お尻ね、それで馬の体のを使って、これを短縮法って言うんですけど、短くすることで、あと槍とかを使って画面全体に奥行きを出そうとしてます。これがですね、西洋絵画が試み始めたことなんですが、この他の絵画、他の世界の絵画では追求しなかったことを、ここで西洋絵画はですね、このルネサンスを機に追求し始めるんです。それが何かというと、この2次元の絵画に3次元を表現しようとすることです。その試みを行ったのは西洋絵画だけなんですね。はい、3次元を2次元で表現しようとする、2次元に3次元を作ろうとする、ね、これが遠近法ですね。で、はい、マンテーニャーというね、ルネサンス15世紀代表する画家ですが、キリストが卓剣にかけられてます。でこの人ね、あの古代ローマの、古代ローマオタクだったんです。だからローマのね、ここでも馬がありますね。で遠くに行くにつれて小さくなっていく。そして裸も出てきましたね。裸もこれルネサンスの特徴です。ルネサンスっていうのは古代ギリシャローマの価値観が復活するっていうことです。フランス語なんですけど、ルネサンスって言います。再び生まれる、古代ギリシャローマが再び蘇ったっていうことです。で古代ギリシャローマが蘇ったっていうことは、つまり人間ね、人間を中心として考えていた当時の、ギリシャの人たちね、神様ってだって人間の一番美しい姿してたじゃないですかね。あれやっぱり、あと哲学もギリシャだし、民主政治だってギリシャだし、ね、演劇もギリシャです。そういうふうにしてこう人間を研究してきた、そして自然も科学も研究していた、医学も研究していた。中世は何でも神様なんですよね。神頼み、そして神様の世界に行くことだけを考える、その世界が少しずつ終わって人間が蘇ってきた。だから聖人も人間の姿なんです。ほら、こういうふうにイエス・キリストも人間味がある苦しそうな顔してるんですね。すごくリアルになってきました、ね、今まではテンペラ画っていう卵を使った絵を描いていたんですが、このアントネッロ・ダ・メッシーナという人は
人がですね、北方で発明されたあの油絵、これをイタリアでに伝えた人だし、見てください、この紳士の顔、なんか顎がごっつくてね、これあんまり近づくとビビビビビってなっちゃうんで、もうこれ以上近づけない、アップでお見せするしかないんですけど、唇の傷とか、ちょっと上軸流に風な顎とか、こう肌のデコボコ感とか、やっぱりな、本物を見ていただきたい、ヒゲがちょっと反り残ってる感じとか、すごく立体感があってリアルになってきたんです。油絵もルネサンスの発明、立体的な画法が、まあ、立体的な絵になってるんですけども、ね、これはあのベルギー の, あの有名なラファエロの師匠さんですけど、確かにこうお顔も丸くふっくらしていて、はい、背景なんかもね、確かにこう遠近法素晴らしいですよね。でもね、なんだかこうのっぴりしてちょっと冷たい感じがするんです、しませんかね。美しいですよ、確かに私この作品も好きなんですけど、色が本当に綺麗だと思うし、すごく優雅だなって思います。とっても優雅なんです、だけどなんか血は通ってないんですよね。なんでかって言ったら、昔の彫刻とか見ながら、理想的な美を見ながら描いているから、やっぱり血が通ったような人間の雰囲気は伝わってこないんですよ、ね、人間の姿で本物っぽく描いて聖人たちを、まあ、自分たちと同じような姿で描こうとはするんですけど、でもやっぱり理想なんですね。ところがある画家はその油絵を使って本当に人間をこうその魂を感じるぐらいリアルに描くことに成功したのって、私多分一人だけなんじゃないかなと思うんです、この時代の画家では。それがこの方、ね、これを描いた人ですよ、レオナルド・ダ・ヴィンチなんじゃないかなって私は思います。はい、こちらがダ・ヴィンチの最晩年の作品の一つですね、聖ヨハネです。このミステリアスな、なんか誘惑しているような顔してますけどね、救世主の到来をこうやって指を上に、ね、向けて、表してます。で、十字架がうっすらと見えますけれどもね。で、この聖ヨハネは、まあ、ダ・ヴィンチですね、最後の3年間をあのフランスで過ごします。先ほども話したフランスは一世が招待するんですね。で、意外と人生あんまり売れなかった、ものすごい売れっ子かなと思いきや、意外と苦労したんですね、この人ね、ダ・ヴィンチ。で、最後の最後になってあの王様に招待されて、いっぱい年金もらってね、最後を平和に過ごすんです。でも良かったなと思いますよね。苦労はしたけれども、最後の最後はいい思いして亡くなりましたけど、まあ、アルプスをね、ロバに乗って渡ってきました。で、その時に3枚の絵を担いでくるんですが、そのうちの1枚がこちらです。あともう一つが聖家族、そしてモナリザというわけです。で、次の作品も見ましょうね。岩窟の聖母、ね、これは15世紀ですね。まだダ・ヴィンチ若い時に描かれた作品です。あのダ・ヴィンチコードにも、ね、出てきましたけれども、岩窟の聖母、これ非常に、ね、ミステリアスな作品です。ダ・ヴィンチって何なんだろう、なんでだろうって思わせる作品を描くのがすごく 上手というか、そういう作品を描く人ですよね。で、あの聖母 あのこれは無限在の解体っていうのをテーマに、教会からまあ注文を受けて描いたものなんですけれども、すごい掟破りすぎてですね、受け取り拒否されるんです。これまずですね、なんでかっていうと、聖人たちの頭の上に輪っかないんですよね、降臨がないんです。普通聖人の頭の上に輪っかあるんです、でもこれないんですね。で、この人、指、人差し指さしてるこの人ね、大天使ガブリエルっていうふうに言われてますけれども、
天使なのにね羽がないんです。でお子ちゃん2人いますけど幼児ね、まあ、どっちかが西洋羽でどっちかがフィエスだろう。でもどっちがどっちなんだろう、わかんないんです。でこのピースサインみたいなしている赤ちゃんの方がイエスであろうとすると、一番下の位置にいる、一番偉い人が一番下の位置にいるのおかしいじゃないか、ね、そんなような理由があって受け取り拒否されるんですね。でじゃあしょうがないからって言ってもう一作書くんですけど、それがね、ロンドンのナショナルギャラリーにあります。でナショナルギャラリーにある方はちゃんと降臨もあって天使に羽もあるし、西洋羽の目印である毛皮と十字架もあるんですけど、例えばこの天使羽はあるけど指さしてないんです。そっちの方はなんでだろう、なんで指ささないんだろうね、不思議ですよね。でこの絵を見た時に私は一番最初にあれなんかおかしな絵だな、不思議だなと思ったのはこのねマリア様の手なんですよ。なんか不気味な手だなと思ったんですね。でこの人物は誰なのかっていうこととか、あと手の意味とかいろんな説があります。でこのガブリエルがお腹を刺しているのは、まあ、受胎告知、ね、で無限在の解体ですからをテーマにしろって言われたんだからね、マリア様のお腹ね、こう金の衣もあるじゃないですか、それを刺してる、マリア様のお腹を刺してるメモにも見えるんですけど、で私がすごく面白いなと思った説っていうのは、このマリア様のお手っていうのはイエスの頭上にあるのでイエスを守ろうとしている、これから降りかかる受難ですね、それそこから守ろうとしているんだと。でこっちがヨハネだと。でヨハネにかかっているマリア様の手が確かに守ってる手っていうよりもちょっとねこう指が屈折してる感じとかがちょっと力がクッて入ってるような感じがするんですよ。だからちょっとねやめてちょうだいみたいな押さえてるような感じがする。でここでヨハネはイエスに向かってイエスにこれから降りかかるこの受難のことをですね告げているんじゃないかっていうんで、それをマリアがやめてちょうだいって言ってるんだと。でここで大天使がこのヨハネの言うことを聞きなさい、それがこれから起こることですよ、そしてこのマリアの守りのオーラをこの人差し指で遮っている、だから結局受難が起こるんだっていうことを指しているなんて説がありましてね、私それすごい面白いなと思ったんです。こういうふうになんでだろうなんでだろうって思わせるそういう魅力、なんかミステリアスなものを書く、それがね私ダヴィンチ の成功っていうか今でも私たちを引きつける秘訣なんじゃないかなとか秘密なんじゃないかなと思いますね。まあ、やっぱりそして何よりもこの手の表情っていうのが私もすごいと思って、で顔を見てください、今まで見てきたルネサンスの絵画のと比べて顔です、すごくねなんかこうマリア様のちょっと心配そうな顔とかすごく表情がやっぱり人間をね解剖とかをしてすごくこう彼はとにかくこの世の中に存在するもの全てを研究しまくろうとした人だっけですよね。だから植物とかもねすごく忠実に描かれているんです。はい、そしてこの画面の奥行きっていうことでもダヴィンチね、さすがですね、手前を暗くして奥に光をこうやって持っていくことで画面に奥行きを出してます。キアロスクーロっていうんですねこれね。そしてもう一人この人、はい、